まずその漁師さんがもうぜひともね。はい、こちら祭りを出した。今日はどちらの方から？東京の方から。東京の方から。漁師さん頑張ってますね。丸。美味しそうなね。丸。漁師さんのね。丸。警戒活動のシンボルマークです。シンボルマーク。ね。青春ですよね。そうそうそう。青春。お酒のね、丸です。ね、いいマークですね。ね、いいマーク。じゃあ、とは一切関係ございません。関係ございません。まあ、とりあえず、お二人さん、ちょっとね、お礼、今日のね、警戒活動のお礼がしたいということでね、もう私ともね、ご苦労様です。本当、お疲れ様です。綺麗な方でね。可愛らしい方ね。もう、漁師さん、お持ち帰りしたいですか？お持ち帰りを。ね、まあ、ちょっとこういうお日柄もよくね、恵まれましたね。今日は本当ありがとうございました。本当ね、わざわざ太地町に来てくれてね、本当に良かったですよ。あ、山の方にやっぱりいいですね、自然はね。すごいいいですよ。クロスにハマっちゃって、クジラに見えるでしょ。クジラ見える。クジラ岩、太地町名物のクジラ岩。クジラ岩、どうぞぜひ太地町に来た際にはこちらのクジラ岩の方にね、クジラ、お前、食っちゃうぞと言って。そう。食っちゃうぞ。食っちゃうぞということで。今、漁師さん、別のところをボーッとしてます。食っちゃおうと。やめてくださいよ。そんなことはございません。ついつい見られましたか。ねえ。漁師さんもね、漁師さんね、あれ。ねえ。裁判所で会いましょう。裁判所で会いましょうだって。漁師さん裁判所で。新シェパード何をやってるんですか。やってるんじゃん。ね、新シェパード早く来い。お前ら。新シェパード裁判官気づき出せ。新シェパード早く来い。お前ら。暇じゃないか。来ちゃいけないけど、っていうよりはっきり言って警察がね、逃がしてるので、新シェパード私たちと揉めないように、今近づくと揉めるからって言って逃がしてるんですよ、皆さん。それで。毎日ね、ここでね、警察がそうやってやってれば、結局いい話でしょ。あっ、出会いかね。いい音がした。いい音がした。いい音がした。ねえ、日本酒マークめ。日本酒のマークのくせにね。どうぞ。こっち向くと匂いかけて。そんな変態的なことは言ってた。ただ、熱心に語られるんですよ。つい感動して。見とれたんでね。警察がそれを毎日やれば、新シェパードなんて来ないんですよ。そう。ね。警察がね、そうやって逃がしておいて、ね、揉めないように言ってね、逃がしておいて、それで、私たち帰ったら来るわけでしょ。そんないらんないから、東京駅にのみんなのいらないから。で、結局、そういうふうにやるんだったら、毎日ぐる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 ね、警察が回ってれば、車両が回ってれば、新車両が来ないんだから。そうっす。そのまんまでしょ。シンプルだよ、ことなんだよね。そう。なんでそれができないしないか。勝浦から、何か勝浦から、先は、もう白人。白人を見たら、もう犯罪者と思う。そうそう、シンシェパードだと思うよね。それぐらいね、徹底しないと。ねえ。っていうよりね、もう入れなくていいよね、この町には。そう。なんでわざわざね、あんな金も使わない人たち。はっきり言ってあの人たち、お金使わないんですよ、シンシェパードって日本で。使うとしても、何か勝浦の方では使うけど。そうそうそう、こっちで、太地町では使わないの。いりません。地元の漁師として。太地町に白人はいりません。いりません。ねえ。やっぱり丸だし。丸。もう漁師さんは待ってるんですよね。そうですね。私たちの生活の向かってもね、踏みにじられて、本当にね、悔しい思いをしております。でも、唯一、シーシェパードの経済効果があるとしたら、このね、行動保守界隈が、何十人もこの3日間に来て、お金を落とすというね。落としまくりましたよ。落としまくりましたよ。お土産とかいっぱい買っちゃったし。いっぱい買いましたか。買っちゃって。もういっぱい買っちゃいましたよ。だってすごい安かったんだもん。ねえ。買っちゃったから。だから結局は、で、喉乾くとね、こうやってジュース買うでしょ。
よ。ああ、売れてますね。お昼ご飯食べるでしょ。税金もね。だってね、昨日食べたマグロ丼とかクジラ丼とかね、すっごいご飯の量が少ないの。うまそう。ね、昨日のはね、ちょっとね。昨日。本当にうまそうですね。ね、うまそうですね。ご飯が少なかったのはなぜかっていうと、あんなに人が来ると思わなかったから、おばさんたちすっごい焦っちゃって、出てくるのが遅いし、量は少ないしで。そしたら、割引をしてくれんとね、で、しかも飲み物が別料金はちょっとびっくりしたね。違う、あれ、それ宴会でしょ。ああ、また別の店か。お昼ご飯のお店。ああ。そういうことには慣れていないんですよ。そうなんですね。もうぜひともね、仕事の方でね、こちらの方に就職希望の方はぜひともね、来てほしいですね。すごいいいところなんですね。いいところですよ。クジライガーもあるし、クジラ肉もあるし、そう。クジラ三昧。人はいい人たちばっかりだし。三歩これよし。そう。だからね、もしね、丸ってことですよね。そう、丸。丸です。丸。丸です。丸。ということで、丸。ちょっとリョウさん、向こう行ってくんない？うっとしが。ということで、ということで、ありがとうございました。ということで。あっちお願いします。あっちお願いします。地元のリョウさんもね。地元のリョウさん。どこ行きますか？これが、ストーカー状態。ストーカー状態ということでね。まあ、でも楽しかったね。うんとね。あと、10分。あと10分。10分？あと10分ですね。今、12時19分。あと10分。じゃあ、キモピョンピョンさんに最後の挨拶をしますか。キモピョンピョンさんに。最後の10分なんでね。ないかな。なんかね、キモピョンピョンさんというね、名前を使ってる方がいるんでね。なんか、お忙しいもん。お忙しいみたいでね、今はね。ちょっといろいろね。多くのね、方がこう集まって来られてるということでね。うん、ほんとね、良かったですよ。地元の。はい。ね。ビールが飲めない。水は飲みました。水は飲んだだけだね。水は飲みました。でも、酒は一切飲んでおりません。ねえ。まあ。あと10分。ずーっとカメラ向けられてると、きついものになりますね。疲れますね。もう、あと10分我慢を。あともう少しでね、密着取材ですよ。もう地元の、あと今12時21分なんでね、あと9分。やっぱり行動する。1時間ぐらいでしょ。動画に映ってきて。もうすごいね、面白いですよ。見てる人も、もう、すごいね、トークがめちゃめちゃ、押すなよ、押すなよとかもいろいろやってきましたんで。ぜひともお願いします。ということでね、この今回のこのタイムシフト、この生放送はね、ね、円楽さんのコミュの方でね出ますんでね、また。あ、来週のまだまだありました。来週、今週シーシェパードではない方が、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 シーシェパードではない方が。まあ、でも、そこにね、怪しい車が2台あるんですよ。あー、小田さん、ちょっと走っていって。あ、走っていったんだ。あそこのね、上の方の、はい、上の方になんか、ね、いるっていう感じで、なんかこっち見てる、みんな、いぶかしいんだよ。あー、怪しいよ、どう考えても。確かにね、あそこは別に車止めるようなとこじゃないからね。ちょっと見てんじゃないかな、ちょっと降りたりして。なんかね、シーシェパードらしき人がね、もうちょい望遠が効いたらね、いいけど。あ、行くのか、出発するのか。まあまあ、偵察行っといでよ。最後までね、最後までこの、なんていうんでしょうか、盛り上げ場を作る。
あれでしょ、そう、中腹にあるやつでしょ、そう、あれ、いや、ずっと止まってたけど、もう動きないでしょ、あと上側、ね、いや、僕は双眼鏡で見たとき見えたんだけどもね、まあ、じゃあ、止めます、じゃあ、真ん中で調節すれば、人が乗ってるのがね、上の方に。クジラ漁に反対してるんだったらくらいのに来ないね。あ、お、到達、到達、どこ、あ、そこに違うんだ、違うでしょ、中腹のやつ、これは決して覗きをしてる不審じゃないです、覗きではありませんのでね、これはね、これは覗きではありません、違うでしょ、違うでしょ、あ、やっぱり違う、うん、バードウォッチングね、覗きではなかった、ね、はい、戻ります、ミニにタコとではなかったですね、ミニにタコではなかったです、ね、先ほどね、キモピョンピョンさんが双眼鏡で覗いていたのはとね、ミニにタコ、ミニにタコではないですからね、そうです、もう終わりか、早いなあ、ああ、もう帰らなきゃいけないのか、そういうことでね、今日はこんな感じでね、楽しかった、楽しかったよ、まあね、まあ、いい祭りです、地元の漁師のね、うん、こういう漁民のね、イベントっていうのは本当いいですよ、うん、あれ終わり終わり、終わり、太鼓とかね、これから太鼓立ってるのかな、あー、はい、皆さんこんにちはということでね、なんかもう終わりなのかな、あ、一回集合やね、一回集合ということで、うん、そう、帰ったふりして引き返すとね、シーシェパードと会えますね、みんなね、帰るふりをしますんでね、帰るふりをしますんで、お、太鼓、朝鮮太鼓ではないですからね、これはね、よいしょ、レンガそのまま帰るわけじゃないんで、うん、電車の都合がある人はもう先に帰るとは思ってる、終戦
もうみんな戻ってきた。なんかちょっと減ったかな、これ。車組が行ってるから。あ、あと競技会。はい、そうしましたらですね、今日一日本当にお疲れ様でございました。ありがとうございました。皆さんのおかげでございましてね、和歌山県警が何と言おうとですね、シーシェパード近づけさせることがなかったです。今日は本当にありがとうございました。でね、昨年まではシーシェパードが徒党を組んでね、で今やってるね、このお祭りに嫌がらせに来てたんですよ。毎年毎年来てたんですよ。で、ご覧の通り今日もう誰も来てないでしょ。みんなね、自然にお祭りを楽しんでいただいて、そして帰っていく。これが当たり前の話なんですよ。当たり前のことを当たり前にやる、それは当たり前の話じゃないですか。それがね、やっとじゃ今回できました。もうこれも一人にも皆さんのおかげでございます。ありがとうございます。まあ、日本によっちゃね、日本によっちゃ何もなかったっていう人もいるかもしれないけど、何事がない、何事もないのが本来は当たり前っていうね、それを忘れないように。で、これをもちましてですね、和歌山県太地町におけるシーシェパード破れ祭り、2日間、これで終了させていただきたいと思います。で、最後にね、ちょっとね、大原さんはもうこの方が、この2人がね、今回、皆さんがですね、この和歌山県2日間にわたりましてですね、活動を続けてまいりましたけれども、そのコーディネートを全部引き受けてくれたのはこの2人でございます。ぜひですね、拍手をお願いいたします。2日間本当にお疲れ様でした。本当に遠かったと思います。帰りも遠いですね。気をつけて帰ってください。ありがとうございました。おかげさまで今年度に関しましては、シーシェパードが司会をなすことがなく、無事終えることができましたので、どうもありがとうございました。気をつけてお帰りください。ありがとうございました。で、この後なんですけれども、早速私のカラオケ大会で皆さんの疲れた心を解散なんで非常にね、このね、大好評でございましてね、今日ここでですね、解散します。で、この後ですね、お祭りは14時までやってますので、楽しまれる方、それからもう車に戻られる方、それぞれだと思いますけれども、この後はご自由になされて結構ですので、本当にですね、また今度は東京で、あるいはね、大阪で一つよろしくお願いいたします。じゃあこれで解散いたします。で、その前にビールはどうした？みんなビール持ってる。あ、これね、差し入れね、名古屋でやってる方からいただいたんで、どうぞ、よかったら。なんか10件で配って、あと6つ配りなさいよ。じゃあ、いただきました。じゃあ、入ってください。6本しかないんだ。はい、車を運転しない人。
開催式終了いたしました。乾杯。はい、ということでね、ツイキャスの皆さん、ニコ生の皆さん、今日はありがとうございました。2日間にわたりまして放送させていただきました。本当にありがとうございました。これで終了させていただきます。結局ビール飲んだからね。まあ、いただいた差し入れですね。飲まないと悪いしね。あ、もう大丈夫。ここでグルメリポート。うまい。クビ。またクビになってしまった。対応ないね。なかなかもうこれ厳しいらしいわ。でもね。厳しいよね。うまいって言っちゃダメだって言われても困るよね。美味しい。海の玉手箱やもん。え、だから首がつの。首やって。桜井、はい、はい、お疲れ様でした。何が英語で首はファイヤーです。あ、そうなんですか。さあ、じゃあ、はい、あ、そっか、これ片付けないとね。あっちゅう間に、あっちゅう間に終わったか、ね、最後はそれ持って帰る人のやつやったん違う、うん、最後は最後はね、やっぱりこの上司さんにということでね、こんな感じでね、イベントがね、まあ別に終わったということでね、早かったな、終わったか。まあいざ終わったらね、ああって感じなんだけどね、うん、帰りますよ。何時頃帰られるかな、遠いな。最後は地元の漁師さんに、あ、最後は、あ、そうかそうか、最後はもう今日は終わりましたね。終わりましたね、無事。今日はシーシャパード来なかった ね、 ね。お、飲んでますか。お疲れさんです。お疲れさんです。皆さんね、視聴者の皆さんと乾杯を。代表が好きなね、代表が好きらしいですね。きっと代表も見てるんじゃないかなと、そう思いますよ、ね。じゃあね、視聴者の皆さんと乾杯をしましょう、最後にね。じゃあ、では視聴者の皆さん、はい、お疲れさんです。乾杯。もういいし。はい、地元の漁師さんありがとうございました。はい、ね、これからもね、クジラ漁、イルカ漁、頑張ってください。はい、頑張ります。お疲れ様でした。
続けていきたいと思います、ね、これからも太一ちゃんを守ってください。シーシパ本源イルカ漁シーシパード漁を漁も続けてくださいね。シーシパード漁もね、ということで終わりますということでね、無事シーアゲーシーアゲーシーアゲー、あ、もしね、シーシパードが来たら、はい、言おうとしてた言葉を最後に最後にお願いします、はい、シーシパードがシーシパード、ね、シーシパードが来た時のあれをね、ちょっと一言をね、じゃあもう次は延長はもうせずにね、撤収しますんでね、長い時間ありがとうございました。最後に締めとして、そう、締めとしては最後に締めとしてね、そう、あと1分40秒で最後に、シーシェパード、シーシェパード、さあゲッテゲッテ You fucking can't, bitch! Go home! Fucking bitch! You nuts bastard! God of the kangaroo! ということで、代表から預かった。預か代表から預かったわけですね。預かった。いただきました、最後に。よかったですね。ということで、じゃあ最後に、この企画をね、企画してくれたキムピョンピョンさんにね、お礼、最後のお礼を。キムジョンイルではない方。最後にお礼を。お疲れ様です。あ、どうもご苦労様でした。あと50秒。あと50秒。いや、もうお疲れ様です、桜井さん。ありがとうね。来てくれて何にもなかったのちょっと残念でしたけど。でもこれが当たり前の地元の。